皆様お疲れ様です。ちょっと興奮が抑えきれないんですが、すごいですね。えっと、何連勝ですか。前回、連勝記録を間違えてしまったので、また間違えるといけないので、何連勝か言わないことにします。では、試合ですけど、本当にすごかったですね。どのシステムでもいける。 どの選手でも得点が取れる。これはチームとして大きな成長ですね。この試合も出花をくじいたのが大きかったと思います。けど、ですけど、あれは開始1分の得点がなくても普通に勝てたんじゃないかなと思いました。シンプルに強いです。 サイド攻撃がかなり活性化されていて、サイドからチャンスを何回も作りました。そしてセットプレーも色々なバリエーションがあって、それが得点に結びつきました。中村選手と住吉選手の純粋な高さでの得点だったり、頭ですらしてワンクッション入れて得点を奪ったり、 矢島選手のキックの精度、これもいい印象でした。山原選手とちょっとキックの質が違って、どっちも魅力的なんですけど、矢島選手は優しいボールで、あとアイディアを使っていて、純粋にキックの質で勝負する山原選手と違ったものがあって、 得点のパターンが増えたのは明らかに大きなポジティブな出来事でしたね。そして山原選手と矢島選手の関係性がすごくいいですね。矢島選手は個人の能力がすごく高くてとかではないんですけど、山原選手と二人で1たす1を作って個人に頼りきらない。 いい関係性を作れてるなと思います。矢島選手とルーカスはなんかこの選手たちはエスパルスで3年間プレーしてるんだよって嘘をつかれてもへえそうなんだって信じちゃうほどチームに馴染んでますよね。毎年エスパルスって選手の補強とかがあまりうまくないというか正直 下手なのかなーって感じてたんですけど今年の補強は本当に最高なんじゃないでしょうかこれだけ新加入の選手が揃いも揃って活躍してるってことはなかなかないことですよねそして忘れちゃいけないのが元からいる選手の存在で宮本選手もよくもまああんなに 守備の掃除をしてくれますよね。他の選手が、えーそこ行きたくないって言ってる中、宮本選手が、行きたくないのやりたくないのなら私が、なら私がって感じで、地味な作業をコツコツとやってくれてますよね。それも、この剣士を支える要因になってますね。 そして山原選手の守備対応もかなり良くなってますよね。体を張って小さい体ながら上半身、下半身をうまく使って隙を見せてないし、これは吉田選手の影響がめちゃくちゃ大きいなと思います。多分吉田選手が加入してなかったら今の山原選手はなかったと思います。 それを考えると本当に吉田選手ってすごく偉大な存在ですよね。そして山原選手はここぞって時にうまくサイドチェンジをできますよね。どうしても各駅停車のパスが続いてしまうんですけど山原選手がズドンと綺麗なサイドチェンジをしてくれるおかげで 各駅停車を終わらせてフリーの選手にボールが渡りますよね。相手はこれによって走らなきゃいけなくなるし、このサイドチェンジというのも大きな山原選手の魅力ですよね。そして短期ですが、まだ体が自由自在とはいかなくて、 高さでは圧倒的なものを見せてくれてるんですけど体のキレとか足元でボールを扱うときはまだ反応が鈍くて87分にシュートを打った場面ものっさりしていて体がうまく使えてないというかもっとキレが欲しいなと思ったんですがでもそのシュートを打ったときのサポーターの反応ですよね 残念なシュートが転がっていってしまったんですけど、それに対してエスパルスサポーターは、ため息ではなくて、温かい声援みたいな、いいよいいよ、それでいいよみたいな、温かい反応をしてたのがすごく印象的で、選手って、それが重要なんですよね。去年も北川選手がうまくいかなくて、 スタジアムから不穏な空気というか、ピリピリした空気が出てたんですけど、やっぱ、昨日の雰囲気みたいなのを作ってくれると、短期にとってもやりやすいですよね。うまくいかず自分でストレス抱えてるであろうし、でもサポーターは味方だぞって雰囲気は、選手をリラックスさせます。これは、 元エスパルスの選手の方が自分の体験でそう言ってました。やっぱり選手も人間なのでメンタルを守ってあげるのもサポーターの役目かなと思います。どうしようもない時は怒ったりブーイングしたりそれをしてもいいと思います。でも悪かったプレー全部を ブーイングやら、ため息やらで、悪い雰囲気にさせてしまうのは、選手のためにもなりませんよね。そして、最後に、西原選手。もうこの選手は恐ろしいですね。得点を取れるってのもすごいし、ドリブルも突破できてたわけではありませんが、 ちゃんとした自分の形があるっていうのが重要なポイントで、三笘選手のようなストライドの長いドリブルでかなり雰囲気がありますよね。そして守備のプレスもいつだかの試合で全然できてなかったんですけど、最近になってちゃんとプレスに行くとかそういうのも覚えていて、 ちょっとこの選手は今までのエスパルスの若手選手と次元が違ううまさがあるなと思います。なんか10年後ぐらいにカルリーニョスがああ、プレミアリーグで活躍してる西原、俺こいつとポジション争いしてたんだよねってブラジルの友人に自慢してる姿が見えますよね。 自分もそうですが、今、エスパルスの試合を見てる方は、10年後、日本のエースになって、世界の西原になった、その姿を見て、周りに、西原、最近知ったの俺は、私は、西原が高校生の時から知ってたよって、自慢してください。 もちろん今のエスパルスは西原選手が大きなトピックになってますが、全員がうまくいってるからこの成績だと思ってます。本当にみんなが賞賛できるプレーをしてると思います。では今日はこの辺にします。チャンネル登録やコメントお願いします。今日も聞いてくれてありがとうございました。